海でエイを釣り上げた。シズエイ、やっていきたいと思います。今回シズエイの授業ぶりになりますんでね。よろしくお願いします。マリオ来てとかじゃなくてですね、シズエイ来て、うん。シズエイ来ての授業ぶりです。スウェイさん来ましたから。ここから動物の森だってさ、あれやん。集まれ動物の森ちゃうわ。なんやあれ。最近のやつ。集まれ動物の森か。うん。集まれ動物の森もあれや。シズエイさん来る前時間かかるやんか、最初。ちょっとだけ。事務所に所属するまで、シズエイさんが。事務所所属したらシズエイさんもあれやからね。一日中働いてるから、夜中に入っても起きてるっていう。大丈夫か、シズエイさん。シズエイさん働きすぎやな。おら、さあ今回、シズエイさん空豆というカード使うんですが、あんまりよろしくない、あんまり強くないです、これ。細かく動けるだけであって、スピード感は全くなくて、非常に難しい。その細かい動きだけで勝てるのかっていうのを今検証していきたいですが、危ないよ。さあ、行きましょうか。なんかコメントで書いてあったけど、前、ちょ、赤ゴール当たんな。語り会の方が伸びそうって書いてあったね。うん、なんかそっちが気に入ってくれる人も多いみたいで。おっと、カメラ回避か、実質。バウンド上。バウンドフォージャー、回避。トゲトの1位の人どういった、危な。語り会の方がね、こう、やっぱり伸びると。変えていただいてありがとうございます。まあまあ、なんでもいいんですけどね、伸びてくれれば。よいしょー。ただタイトルで分からへんからね、僕の動画に関しては、その語り会がどうかなんて中身見てみないと。はい。さあ、行きましょう。カッコーン。さらに赤ウッドか、これ。うわ、パックに食われたんじゃない、お、行くわ。行く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 。食いに行く。食いに行くよ。いや、俺ほんまにどこにも食いに行ってないですからね、最近ちょっと。ねえ、前はラーメン食べたり、食べに行ったりとかしてた気もするけど、ちょっとだけ。どこも行ってないというかね。まあ、いつものことか。カッコン。さあ、やつ跳ねない。いや、もう1位ゴールしてんな。自然さんでも安定やな。うん、このカスタム意外と安定やな。安定感バッチリなんじゃないかなと思います。はい、まず1レース無事に終えてね、面白かったです。 OK、 3、2、1、GO。 さあ行きましょうか。なんとかしずえさんでね、前張りきたいですね。まあ、マリオカートでね、動画伸ばしていくとなるとですね、いやん、やっぱ何かないとね、難しいんです。特徴的なものが、特徴的にめちゃめちゃうまいだとか、うん、それは僕にはないですから、アウト。でなんか面白いかなと思わせといたらどうだそれめちゃめちゃ面白いわけでもない。うん、安定的に見れるといったところですかね、僕の動画に関してはね。やっぱりさ、肩書きがねえとね、ダメだ。そのなんか世界1位とかさね、ランカー、元ランカーとかさ、元世界1位とかさ、何かしらなんかあったらさ、マリオカートって伸びやすいんちゃうかなと思ってるんですけど、ね、俺何があんのやろ、マリオカート。俺の肩書きは、おい、相手取られた。俺の肩書きないもんな、別に。何の実績もないっていうことですからね、マリオカートに対して。確かにそうや、そうや。実績がないの、マリオカートに対してな。肩書きがないから、もう寄せ書き集めるしかなくて。で、寄せ書きってなるわけですね、これがね。はい。さあ行きましょうか。キラー来てるよ、危ない。オッケー、カコーン。さあ、ヘイホーがあれやな、スライドしてたな、スライド。うわ、痛い、ふざけんな。ダブルキラー、ツーリングってわけか。ビックス効果もだから相手取ったよね、キレンズ。もう切れてるけどな、おれ。さあ行こうか。やっぱめちゃめちゃうまいわけじゃないですからな、こんだけやってんのに、こんだけやってんのに勝てないですからね、やっぱり。うわー、お化けと順番逆は良かったよな。もうこんなん最下位確定じゃん。差し切りできるか、差し切っていけ。よっしゃ、差し切った。 OK、 最後2人差し切ったね。3、2、1、GO。 おっ、逆襲してきた。こういう時にハンドリングをしてよ。ハンドリング完全にいけてるね、これね。
ハンドリングしずえやわ。前張り整理するからね。こことかターボ生解放、ほら解放せずに行くことで、ほら1位、それ一瞬で頭で思い浮かべるっていう、この繊細さ、器用さよな、頭の器用性。あ、落ちる、危な。これ俺じゃないですよ。うん、先にあいつにも予約入ってるから、それは分かってたからね、今の分かってるから、プロやから俺も、自称プロではあるからね。さすがにこれぐらいマリオカートやらせてもらってるから。さあ行こう、カコーン。危ない。あ、赤コーラ結構逃げれる、インターバルがあるからね、インターバルがあるので大丈夫かと思います。さあカコーン、いけ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 。さあ 200cc はあんま喋る余裕ないですからね、トゲ釣り成立。というかあいつのバナナのおかげで俺が助かっただけっていう、トゲ釣りというか命だけは助かったってやつやな。カコーン、使うの早すぎたか。なんか来い、メダル1枚かよ、いけー、負けねえからよ。ビッグスライブやめてる、うまい、オッケーですね、ビッグス。スリー、ツー、ワン、ゴー。まあ、毎日悪夢見てるってね、前の動画で説明したんですけどね、ほんまに毎日悪夢見てましてね、すごいですよ、ほんまに。もう、なんか、金縛りというかね、その動けみたいな感じとかね、やったりとか、そうやな、その、目は覚めてるような感じやねんけど、動けないみたいな、うー動けないみたいな、動いてくれみたいな感じで、渾身の力で突き破れみたいな、この金縛りを破れみたいなね、頑張っております。はい、で頑張って頑張ってなんとかみたいなね、もう何が何だか分かんねえみたいなほんまに起きてんのか、もう夢の中か分からへんっていうのことが多いですね。睡眠の質が悪すぎるんでしょうね。で今日の夢です。まあまあ、この今日の夢でもそのね、マリオカードっていうのは4日前ぐらいの収録になってるんで、まあまあ今日の夢言うとこか。この収録日の夢はですね、アトラクションですね、遊園地のアトラクションに乗ったんですね。で30人ぐらい乗ったんですわ。そうするとですね、そのアトラクションなんか水に沈むやつでして、そのまま生で沈んで全員息ができないってなったっていうね。あ、髪の毛来た、恐ろしい夢でしょ。でそのまま悲しいことに30人ともアウトということでね、大ニュースやね、こんな現実世界であったらな、うん、その中に俺も含まれてるわけですから怖いなと思ってます。さすがに首飛ぶってことですから。そんな感じでね、恐ろしい夢ほんまに来ますから、舐めてると。カーネル、お前寝とき、よし。こんな感じですかね、ほんまに夢っていうのは、毎日見てますけど。カコン、間に合わせていく。はい、ありがとうございます。なかなか安定しとるやんけ。てか雷回避が刺さっただけか。無意識に走ってたから何してたか俺も分からへん話に集中してた。3、2、1、ゴー。さあ行きましょうか。まあほんまにね、そのマリオカートマリオメーカーか、マリオメーカーでね、再生数が 割とまだ取れる方になってから、もう毎日画面見る時間長いですからね、やっぱり目と脳の疲れがね、やっぱすごいんやと思いますわ。スプラだけの時って12時間丸ごと寝たとかあったからね、一回も途中起きずに丸ごと12時間睡眠したわみたいな、永眠ですみたいな感じであったんですけど、もうそれないですからね、もう動画に追われてます俺は。もうね、1日でも休んだら撮らなきゃみたいなね、そういう感じになっちゃうんでね。別に休んでも全く必要ないんですよ。だってマリオカートだって4日前の動画さ、4日前で、まあ言えば撮りだめが4つあるわけですから、別に2日休んでも3日休む方が別に余裕なんですけど、撮らねばみたいなね、そういう感情になったりだとか、まあ、やっぱりそれはそうか。1年間ね、こういうの続けてきてるわけですから、撮り続けて鬼のように
ものすごい本数動画上げてますから、単純にねその1日3本やとしたらねえ、まあ、5本上げてる時もあったけどね3本やとしたらまあ大体月90本やんか、すごい話やんな、それが、うん、すごいことしてんなと思ってます。さあ3番手からどうしようかな、これからどうなっていくか分かんないですけどね、やっぱり再生数も減っていく一方ですからね、正直ここから逆にマリオカートが伸びるとかさ、マリオメーカーが再浮上とかなかなかないからね、この世の中ここからは下がっていく一方で、どこにキープできるかっていうのがあったりだとか、まあ新しいゲームでなんかまた再浮上狙うとかね。何何これ、雷来るか、いや待て、慌てるな、雷来ない、かりんとうちゃんの追い込みだ、カコンゴー、前めっちゃ詰まってんぞこれ、雷撃てば振りひるむぞ、やめて、よいしょー、キウイ、スリー、ツー、ワン、グー、サイラ詐欺だぜ、行きましょう、カコン。まあとりあえずマリオカート1万再生頑張りたいねんけどな、最近ちょっと減ってきてるからね、1万やっぱきついな、あの土日ないときついよな、平日やと1万再生いかへんからね、そんな感じでちょっと厳しく なって、経営がマリオカートの経営チームがちょっと厳しいなってなってます。まあいいんじゃないですか、別にマリオカートのね人気自体はなかなか落ちないと思うんで大丈夫大丈夫、こんだけだって発売して日付経ってるけどまだまだいけるから、あとはもうなんとかなってくれって感じですかね。さあスターに跳ねのけられるか、さあこれ後方クランとしまいになると厳しいですよ、静江さん圧倒的にそのエンジン力が足りないんで、エンジンの違いそれでも抜かれるからね、ダッシュがつかないのがあるからさ、そんな言い訳できねえから行こう、夢の舞台へ、だからやめなさい、言うイカ来たな、イカ、よいしょ、おい、ちょっと寝不足やからぼーっとしてるけどな、僕自身キラ来たか、カコン、早め仕掛けの摩天楼です、シュイーン、よいしょ、あの名探偵コナンね、いつもあの俺さ、なんか真実はいつも一つじゃなくて、何やったっけ、小さくなっても素直なやつが言うやんか、俺よく最近それね言わんくなってきたのね、一つあって、名探偵コナンの毎日さ投稿されてるじゃないですか、公式から、あれねついに俺も見るの飽きてきたっていうついにここまでずっと見てきたけど、そのなんか前編後編が多すぎて、ちょっとあれ分かるかな、これな、多分コナンよく見てたら分かると思うねんけど、前編後編ばっか出されるとね見る気失せるんですよ、もう短編をちょっとダイレクトで見たいタイプなんで、最近さその前編後編続いたから、うん、ちょっとそれで見る気失せてます。3、2、1、ゴー、ほんま見えたね、こんなんね子供の頃から大好きでですね、でなんか次回予告とかでさ前編とか来てたら、ああみたいななるやんな、これは子供の頃から、あの何も書いてなかったら何々事件って書いてあったら、あ、おっしゃみたいなのあるんだよな、なんか知らんけど、やっぱその前編後編ってなあ、だって1週間待たなあかんわけで、普通に子供の頃ってなあ、それは嫌やん、忘れるやんな、まあ、今やったらあの毎日投稿なんで公式が、だから1週間待たんでいいねんけどな、1日待てば後編見れるからめちゃめちゃいいです、昔に比べて、ただ俺としては、まあ、そこまでなんか時間がないですからね、あんまり時間がないんで、全部後編よりも生言い方な生がいいです、はい、でこういう人絶対多いと思うんだよね、よいしょ、カッコン、ゲートイン完了、各馬ゲートの中、最近俺競馬ねあんま買わんようにしてるんですわ、競馬当たらへんしな、そもそも当たりません、だからあんま俺 ツイッターもさ何も言うてへんやろ、競馬に関して、うん、もうね当たりません、もうええわって感じ、そんな
僕だけ当たらへんのやったら、じゃあもう買いませんってなるやんな、そんな。はい、さよならってさ、当たり前の世界や、そんな。なんか競馬券買って、それで当たってお金もらえる。あ、じゃあやりましょうかっていう世界やん。なんで外れなあかんねん。毎回毎回。それやったらもうな、稼いってなる。こちこいってなるからさ。最近だから馬券ちょっと抑えてるんですよ。でしょ、まあ一応競馬依存症ではあるねんけど、まあやりて、あのチェックはもう絶対してんねんけどな、どんな馬が出るとか、これかなこれかなみたいな。だからやめなさいよ。ナイス、あかんか。2位、オッケー。3、2、1、カコーン。まあ私の趣味で言えばほんまに競馬とか、まあ、競馬しかないぐらいとかやからな、ほんまに。競馬成人やから俺ね。だからカコーンとかでさ、ね、言ったりとか、すごいですから。それを抑えてるということでね、あんまり楽しみなことがなくなってるのはあります、事実としてね。でも馬券で負ける方が嫌やからさ、別にそれはいいんだ。よいしょ。もうちょい高確率で当たってほしいよな、競馬とか。もうちょい当たらんとなんか面白くないよな、成り立ってへんよな。その金だけ払って持ってかれるみたいになるからさ、それじゃ成り立たへん。だからウィンウィンの関係じゃないなと思って、ルーズやなと思って、ウィンルーズの関係になってるからさ。じゃあちょっと競馬あかんなって感じになってます。で、釣りとかね、行かないんですかみたいなのありますけども、ほんま行かないですね最近ね。まあ、また行こうと思ってますけども、また行きますけどね。ほんまにそのブラックバスが少なかったりね、なんかもうなんででかすぎやろ渋滞が、これブラックバスがなんかいなかったりするんでね、全然その魚おらへんの。だから行っても行っても意味ないみたいなことになっちゃってるからね。行ってほんまに釣れるかどうかみたいな。まあいつも何がちゃうよ、こっち来い。3、2、1、ゴー。さあ、さっきなんか通信切断されたもんな。あれ俺じゃないからね、その部屋主が多分切断しただけやからね。通信エラーになったの、部屋主が切断ぶち切ることで全員エラーになるってやつやから、しゃあない。それは誰かが多分雷落とされて腹立ったんちゃう。雷の瞬間やったもんな、その雷でなんか通信エラーになったみたいなね、停電になったみたいな感じで解散落ちたから驚いたけどね。 OK。 さあ、まあ、釣りの話しててんけど、まあ、まあ釣りはまあまあまた行きますって言ったところですかね。まあでも仕込みあれやもんな、あのソーシャルディスタンスとかあると思うんで、どうでしょう。あんまり意味分かってんねんけどな、ソーシャルディスタンス俺言われましても、あんまり意味分からへんからね、どういうことなんかなと思って。まあ多分あの距離を取れっていうことだと思うんですけどね、あんまり英語が分かんないからね。え、分かります、ソーシャルディスタンス言われても。よいしょ。さあ、行きます。ゴー。さあ、あいつキノコか。オッケーオッケー、2番手の位置。さあ、このファイヤー見えないの気をつけて。オッケー。さあ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 。1番手からの静さの逃げ。カッコン。割と安定してんな、このカスタム。ちょっと安定やわ。安心した。あんまこのカスタム使わへん、こんなん初めて聞くやねんけど、自然さん空豆あかんなっていう印象を持ってたんですけど、僕自身勝手に食わず嫌いみたいな感じで使ってもないのにみたいな。まあ、花ちゃんバギー自然さんは使ったけど弱かったからさ、それの影響でさ、空豆自然さんも弱いかなと思ってやってたんです、部分があったんでね。トゲ来てるけどこれ大丈夫やろ、トゲ回避制すれば勝ちや。カッコン、さらにこの頂点。おお、よかった、キノコ取られるタイミングが間に合ったな。落ちないでっていう茶番をしていくと。 OK。 で、ワン、ザ、カッコン。さっき1位だからね俺、静江さんで悪い人たちの高齢台に買ったっていう、最強やんけこのカスタム。実は最強だったのかこの空の静江さん。え、遅いよなやっぱり、速度は絶対遅いはずやね。悪い人たちに生で勝てるポテンシャルないはずやけど、さっきうまいこと噛み合ったっていうことかな、トゲゾウとかで話してる間にね。まあ話してる間にも無意識にね
上位食い込めるってことはもううまいってことやから、無意識ゲーマーやからね、もう勝手にやっちゃってくれてるってことやから、脳が。まあそりゃそうやな、この時毎日マリオカートやってたらもうなあ、無意識にいけますわな。なおちょっと早いな、あいつジャンバクション2回決めてきよった。ささで俺はウルトラミタオの差し返しを狙うが、逆に兄刺されるっていうね。あ、刺され、さらには UMT コイン取っとかんだパンチ足りんよな、サナエさん。うわうわ、今の取り損ねたいってえな。さあダッシュ版ボンコイン、危ない、これ当たるよな、当たりにいってもたもんな、逆に当たるよなとか言いつつ当たるよなって言って思いっきり当たりにいってたよな俺。なんか当たりたくなっちゃった、よいしょ。この危険人物の間をすり抜けていきましょう。はぁ、もう腹立つわ、あかん、いてぇ。まあ、ここからどこまで追い込めるかやな、サンダー回避で。さあチックデラックスや、チックデラックスが同じカスタムで頑張ってる、待ってくれチックデラックス。さあ最後の追い込みだ、いっけー、頼んだぜスター来い、キラー、うわ来たけど雷はないのか、雷なさそうだ、ないないない、あいつアイテム持ってない、最高のやつ。じゃあダメだ、ラストチャンスだ、切り込め、ここ前のやつキラー引いてんぞ、7位残しか、ここあるか、3、2、1、キャー。うわーこのコースかよ、誰が選ぶねんこれなあ、ここ一番もうあかん、もう負けだみたいな感じやもんなもうマリオメーカーでいうさピコーンやんな、ここで負けました状態やん、そんなゴー。あ、今の赤ゴーラ俺じゃないんか、覚悟してたのに。うわダブル取りやがったドリキンメ、まあ、これもうスーパー追い込みとか行ってみよう、どうせ中途半端に走っても負けんねんからさ、わざと1下げたろ、もうでもうキラーとかバンバン連発する、そういう作戦でいくわ。モーモーカントリーっていつも慌てがちやんか、コースが短いから、ほらもうあんな離れてんのもん、確かに慌てるよな。俺どこ、あ、最高峰の静江さんちゃうんか、俺中段の静江さんやな。雷来たら嫌やしな、雷絶対かわさないと勝ちないから、絶対にかわした方がいい。さあ、オッケー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 、そう静江さんがね雷打つ可能性高いからな、最高峰の、あだからそれをちゃんとかわせるかどうかや。あでも今キラー使ってたから今の下手くそやったな、俺スター切ったの、あれをキラー終わりに雷打たれたら終わりやな、あなかったわ雷。さあもう終わりやで、レースは、レースはもう終盤差し掛かってるからね。スター引けるか、ここで引けた、ゴー、これいいぞ、最高の静さん、静江同盟で打ってくれ雷を、あかん、こういう時に打つんやろうな、もう終わりすまぎわで、いや、歌ん取ってくれ、もうこうなったら歌ん取って、最後ランダム緑ゴラ抽選最後自分に当たるか相手に当たるかもうランダム緑ゴラ抽選です。 3,2,1 カコーン。さあ静さん行きましょうか、なんでやねん、静さん行きましょうか、なんでやねん、おー 200cc か、なんでやねん、めちゃめちゃ速いぞ、なんでやねん、これはすごいか、なんでやねん、 200cc か、なんでやねん。さあ始まりましたビッグブルーか、始まりましたビッグブルーでーす、 200cc やな、カコン、楽しいよ 200cc ビッグは、超絶楽しいと有名、さぞかし有名であろう、誰しもが知っているという、ほらゴー飛んだーっていうのができるんですね、逆方向やったから全然あかんかったけどね、200cc ビッグルーの名物あるもんね。おい人のアイテム取ったら混ぜそうだ、あんたの罪はでく、あんたの罪はでかいぜ。さあラストシーケンス、ビッグチャンス、キラー来い、うわウルトラスターか、う曲がりきれないでいく、ここまでかよ、キラー来い、うわウルトラスター保証です。
そんなことしたところで意味がないんだよな。あんまりパンチが足りてない。早い早いとしか言いようがない。もうダメだ、諦める。打ちます。こんなスイーちゃうよ、こっち来い。スリー、ツー、ワン、ゴー。ラストレースいきましょうか。チックタクロックスです、お願いします。よし行きましょうか。力振り絞ろうか。最後の力を振り絞ります本日。見てビッグスナイプやもんな。ビッグスやからね、大きなスナイプ。おらおらおら、巻き舌攻撃じゃんほんま。おらさあ、おら巻き舌しかできんぐらい味合ってる。よし、あれなんですよね、ピンクのオウムちゃんのさ、俺が言ってた鳥カフェがなんかもう触れ合いできなくなったらしい。あ、なんかリニューアルしてショップになっちゃったみたい、その鳥さんの。だからもう鳥さんふわふわ触られへんらしいわ今は。まあでもクルルンさんおらんからな、クルルンさんおらんから、まあいいわ、僕の相棒ですからクルルンさんは。よし、クルルンさんが買いたかった俺は。でももうあの人は、あの鳥さんは買われてしまったから、今頃どっかでワクワクしてんのかな。さあラストシーケンス入りましたね。シーケンスって何ですかって言われるんですよ。シーケンスはね、まあそのなんていうかな、そのクリップのことですね。クリップ言ったら分かりにくいか、そのワンなんていうの、一コマというかな、一コマ、うん、それのことですね。シーケンス、まあ、これはそのプレミアプロっていうその編集ソフトを使うときに用いる言葉なんですけど、シーケンス、そんな感じですかね。シーケンスっていうのはそういうことで、一コマとか、まあそんな感じで考えてもらったらなと思います。はい、7位ということで、ラッキー7ということでね、ご視聴ありがとうございました。